もしも今私たちのやっていることを本物の恋だと誰かが保証してくれたら、私は安堵のあまりその人の足元にひざまずくだろう。寺子、会おうか。いつ？7時に。いつもの橋の上で。友達が死んだの。しおりっていうの。大学を出てからものすごく変わった仕事をしていた。私はね、途中で眠るわけにはいかないの。疲れれば疲れるほど彼は現実から遠いところへ私を置くようにしている。彼の心の暗闇を映し取って私もそうすることを望んだ。大好きなの。